お母さん、お味はどうです？ふみこさん、おいしいわ。さて、買い物行って、またすぐ昼ご飯の支度だわ。なんだか一日中ご飯作ってる感じ。お母さんには細かく刻んだ柔らかいものとおかゆ、夫や私は薄味の和食、社会人1年目の息子は肉料理が好きだし、もちろん掃除洗濯もある。排泄のお世話だって。なんだかとても疲れてしまったわ。お母さん、大丈夫？ああ、ゆりえ、いらっしゃい。大丈夫、ちょっとうとうとしてただけよ。お母さん疲れているのよ。無理しないで。ありがとうね。あのね、今日こんなもの見つけたの。柔らかて？へえ。介護食って言うんだって。おばあちゃんにどうかなって。でも、おばあちゃんの口に合うかしら。いくつか買ってきたから、試しにちょっと味見してみようよ。おいしい。思ったよりしっかりした味付けで満足感があるわ。インスタントっぽくないし。栄養もよく考えてあるのね。私じゃここまではできないわ。お母さんもこれで少し楽できるんじゃない？時々休まないと倒れてしまうわ。ゆりえ。じゃあ今日のお昼におばあちゃんに食べてもらおうかしら。どう？とってもおいしいわ。私ね、カタログももらってきたんだ。他にもいろんなメニューがあるのよ。まあ、ハヤシライスもあるのね。おいしそう。麻婆丼に中華丼も。そうなの。だから時々このご飯でもいいかな？もちろんよ。ふみこさんには何から何までお世話になってて申し訳なく思ってるわ。いつも本当にありがとう。お母さん。ねえ、次回は中華丼がいいわ。楽しみだわ。任せて。名シェフの私が作ってあげる。柔らか亭は温めなくてもそのまま美味しく食べられる柔らかご飯とおかずのセットです。